秋の日公園は東京都練馬区光が丘にある区立の都市公園である。東公園は光が丘団地の一角にあり、園内は小立ちが生い茂り、練馬区内では唯一田んぼがある公園としても知られている。これは当地がかつて豊かな水田地帯であったことを忍ばせようとして作られたものである。田んぼは 約500平方平方メートルで持ち米が植えられている。児童にも稲作を体験してもらおうと、田んぼへの植え付けや稲刈りなどは、近隣の小学生なども参加して行われている。その他、公園の入り口は、昔の農家の長屋門をイメージした門や、原っぱ、ため池などがあり、かつて田園地帯だった頃の光が丘の姿の再現が試みられている。 またかつて流れていた田柄川の最上流を確認でき、道川をイメージした水路もある。田柄川は暗渠化されたが、東公園はその跡地を整備した田柄川緑道の起点でもある。園内では定期的にフリーマーケットも開かれている。公園内の田んぼ AB 公園長所平成26年4月1日、現在東京都建設局 109PAB 練り幕。 公式サイト秋の日公園ネリーマ大好き、ネリーマ区観光協会、ありがとうございます。